ーサー様、そして皆様にもご報告しておきたいことがあります。ん？フェラム、そしてカーボネック城の消失とともにブリテン全体のネットワークに大きな負荷がかかっているのだぞ。平たく言えばブリテン全体の断絶の時代の遺物、遺跡、妖精なんかがいつ暴走するか分かったものじゃないって状況なの。よく分かりませんが、具体的にどのような被害が予想されているのです？最悪ブリテンの陸地自体がクッキーみたいに砕けて海に沈むかと。最悪すぎます！クライマックスが唐突すぎる！ペラムの悪趣味な道連れプログラムということですね。いえ、単純にカーボネック城やペラム自身のリタイアを想定していなかったのでしょう。ブリテンに根を張る断絶の時代のネットワーク、どうも中枢はカーボネック城に集中していたようなのね。普通に考えればバックアップがあるはずなのだが、どうも切り替えがうまくいっていないか回線が破断しているようなのだぞ。ん？すまないが、妖精語をそのまま言われても理解できない。人に分かる言葉で頼む。つまり単純にペラムに深手を負わせたことがこのイレギュラーな事態を招いたようなのです。まるで統治者たるペラムを傷つけた罪をブリテン全体に負わされたみたいなのよね。ペラムを傷つけた罪？ん？何を、みんなしてこっち見て。あの時はああやってなかったら全滅していたでしょうが。何にせよこのまま放っておくことはできません。カーボネック城は壊れ、ペラムの生死を埋めとなると彼らの力でブリテンを再安定化させるのは難しいわ。何か別のものを当てはめて無理やりに問題を解決するしかないのだぞ。別のものって、そんな都合の良いものがあるというのか？聖杯です。あれは断絶の時代の各分野のテクノロジーをパズルのように結集して杯の形に整えたものだとすれば、ぶっ壊れたカーボネック城のテクノロジーも解析できる。それを使えば壊れつつあるブリテンを食い止めることができるってわけね。カーボネック城の瓦礫の山にあった破損ドライブをいくつか調べました。断片的なデータばかりでしたが、聖杯の場所に関する情報も。ペラム自身が独自に調べていた予想範囲の話ね。どこだ？聖杯とやらは一体どこに転がっているというのだ？外敵の大陸。何ですって？ペラムは聖杯はブリテンに持ち込まれたと言っていたのだぞ。どうも、かつて断絶の時代の国家はブリテンの外まで広がっていたようね。環境汚染のせいで恩恵は受けられなくなっているようだけど。それで再びブリテンを離れた聖杯は何者かの手で外敵の大陸の遺跡に渡ってしまった。それもしも外敵の人たちが聖杯を発掘してしまった場合、何がどうなるんでしょう？魔法に疎い連中がそう簡単に聖杯の解析作業をできるとは思えんが、仮に成功した場合パワーバランスは大きく崩れるのだぞ。解析できるかもしれない、ブリテンに勝てるかもしれないという負の希望を与えるのがもう問題だわ。せっかく戦争が終わったのに、あの聖杯が再び引き金を引く可能性が出てきたわけです。必要以上に踏み込みたくなかったが、ブリテンの崩壊を食い止めるため、外敵との不要な戦争を阻止するためにはやるべきことがある。外敵の大陸へ乗り込んで誰よりも早く聖杯を手に入れろってわけね。